医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、川村信也です。今日はですね、消化器内科、胃腸内科のホームページをどのように作ったらいいかを約5分間でご説明する動画になります。5分間では当然物足りないと思いますので、90分でクリニックのホームページどのように作るかという解説のセミナーもありますので、よろしければ概要欄から行けるようにしておきますので、ぜひそちらも良かったなと思った方はご覧ください。さて、消化器内科なんですけれども、特に内視鏡検査をするというところで、最近開業が私の中でも多いんじゃないかなという形です。それとともに競合さんも結構誇ったホームページになってるので、それに負けないようなホームページにしたいということでおっしゃる方もいらっしゃると思います。まずですね、消化器内科、胃腸内科の基本的なところを抑えるというところをご説明したいんですけれども、私ですね、1疾患1ページを作るということで、お話しすることが多いんですけれども、疾患名のページと症状のページを作るというものが基本になります。疾患名というのは、例えば胃潰瘍ですとか過敏性腸症候群ですとか、胃がんに対してどうかみたいな1ページずつを作る感じです。それから症状のアプローチでもいいと思います。胃が痛いという場合、どういう痛みで、それからその痛みはどういう病気の可能性がありますよ、便に血が混じるってことはこういう可能性がありますよ、人間ドックをされた方でその検査結果を見て何々の数値が高いみたいな検索の仕方をする方もいらっしゃいますので、その方に対するアンサーを書くような気持ちでそのページを作るというのがセオリーになると思います。で、冒頭にも少し申し上げたんですけど、内視鏡検査をするというところ、内視鏡の手術をするというところも多いかなと思うんですけれども、そういう場合にですね、まず内視鏡っていうのがどれくらいのニーズで検索されているかというのを見ていこうと思います。これはですね、私がこのチャンネルでよく使う Uber Suggest という Google で月間どれくらいの数が検索されているかを調べられるツールで、これ無料でも、限定的ですけど使えますので、ぜひ Uber Suggest を試していただきたいんですけれども、内視鏡っていうことで調べてみたところ、こんな結果が出ました。ちょっと画面上にしましたけれども、なぜか知らないですけど、内視鏡っていうのはなんか出てこないんですけど、内視鏡検査で検索している人が月間9900人いるという形です。で、これが多いか少ないかだと3000、4000を超えたあたりから多いと言われるキーワードになりますので、結構ボリュームが多いことになります。これは何のために見てるかというと、ページ内にどのようなものを書くかの参考にしていただくためになります。検索しているということは調べているということなので、当然ページの中にその調べているアンサーがないとダメだということですね。例えば内視鏡学会とかですね、内視鏡外科学会とか、これはその専門の方が調べているのでちょっと無視していただいて、内視鏡の手術ってどんなのとかですね、そもそも内視鏡検査ってどういうのとか、ここに費用が書いてありますけれども、いくらかかるのというのも関心が高いので、ページの中に入れていく必要があります。あとは痛みとかですね、麻酔するとか、いろいろありますけれども、そのことについてもやっぱりページ内に触れておく必要があります。あと英語って書いてあるので、英語のコンテンツを調べているという傾向があるので、もし英語対応できるクリニックであれば、その英語対応のページを作っておくというのも一つ策としてはあり得るかなというふうに思います。それを受けた上で、内視鏡検査のページをどうやって作ったらいいかということなんですけれども、一番重視は分かりやすさです。要するに内視鏡検査毎月1回ずつやってるみたいな人はいなくって、一生に数回やりますかという検査ですので、不安な方も多い。それに対するアンサーをどうページの中に構成していくかということなんですけれども、術前術後の説明ですとか Q&A 価格、それからどうやって予約を取るのか取らないのか、がんを取る内視鏡の手術をこういうふうにやってます、それから当院では痛みの配慮について麻酔をこうしてますとか、逆に麻酔はしませんよとか、なんかそういったところを細かく書いていく必要があります。何ページにも分ける必要はありません。 Google は1ページ内に知りたい情報がまとまっていた方が評価が高いです。そうするとおのずとやっぱり4000から5000文字くらいにはなるんじゃないかなというふうに思います。今ですね、内視鏡検査をやるクリニックで結構豪奢にたくさんお金をかけてウェブサイトを作ってるというケースもあると思います。ウェブは費用対効果が高いので、そういう作り方も当然ありだなと思うんですけれども、先日ですね、私が動画で示したように、ホームページの初期にかかるコストとウェブサイトへのアクセス数っていうのは必ずしも相関関係にないよということでお話しました。その動画はですね、こちらからいけるようにはしておきますけれども、大事にすべきは中身
がどうなってるか調べたいことに関する動線が、例えばスマホの小さい端末でも十分にこう動線としてたどり着けるようになっているか、消化器内科であればシンプルだと思います。その病気について内視鏡の検査ってどんなのっていうことについてしっかりこうたどり着けるようになっているか、予約までの動線は簡単か、まあ、このあたりを気をつけていただければというふうに思います。5分だとやっぱり物足りないので90分聞きたいなと思われた方は下から行けるようにしておきますので、ぜひそちらもご利用ください。それではまた次回。